それで引っ張るとね、上がっちゃう。見つかずるとこれもう閉じられなくなっちゃいますよ。いいですけど必ず一つ見つかる、はい、閉じる。じゃんけんぽい。やばい。こちらの小道具はフリーズ。受けた。屈強じゃなかった。屈強じゃなくなっても。ゴー。あ、こちらは棒ですね。説明が雑。なんかキラキラ。さっき、なんて言うんでしたっけ、こういうやつ、こうやってやったら催眠がかかるよっていうこの小道具なんですけど、不思議なもので、こうやったら本当に、はい、バイバーイ。フリーズ。はい、始まりました。だって催眠術生ライブ配信です。イエーイ。ちょっと始まった瞬間にちょっとだっちさんがあ、ちょっと待ってみたいな、何の様子がおかしかったのかなって思ったんですけど、皆さんこんばんは。見ていただけてる方は何かコメントしていただけたら幸いです。今11名の方ですね、見られてます。はい、ありがとうございます。今日ですね、ゲストにエレファントガーデンの北島麻耶さんにお越しいただきました。イエーイ。エレファントガーデンの北島麻耶です。こちらで、こちらです。こんにちは、お願いします。はい、エレファントガーデンのね、北島麻耶さんということで、登場が何年ぶりになります。ぶりではないんだけど、そう、ちょこちょこ出てる。あ、ちょこちょこ出てる。あ、この前はそうですね。あれ、ライブ配信とかは、ライブは初めてです。ライブ配信初なんです、うん、そうなんです、ね。で、なんか、うん、結構前に共演させていただいた時は、あれですもんね、エレファントガーデンじゃなかった、ね、時、ね。ちびちびチャンネルって。うん、YouTube やった時に、ちびちびチャンネルでやらせていただいて、ね、そうですよね、3年ぐらい前ですかね。ああ、だいぶ前ですね。だからなんか、うん、久しぶりに、麻耶さんとお会いして、あれ、こんなちっちゃかったのかなって思って、なんか、思って、なんかその、フライヤーっていうか、告知の写真が結構かっこいい感じで、うん、クールに決めてて、で、私も、なんか、勝手にクールだから、なんかすごい、身長高いのかな。高め。高いのかなって思った。全然小さい、ね。めちゃめちゃキュートな、ありがとうございます。方が、期待室でひょこっと出て、お願いします。はい、ありがとうございます。今日もですね、ウダッチさんに催眠かけて
もらいましょうということで、トッティさんですね、こんばんは。こんばんは。タカさんも見ていただいて、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。そうですね、もう早速催眠術で豚に変身してほしいっていうコメントとかもいただいて、すごい。今26名の方が見られてます。ありがとうございます。すごい。はい、じゃあ、まやさん、今活動的にね、なんかライブとかも3日間連続で行ったってことなんですけど、あ、はい、ね、どうでした、その怒涛の怒涛のライブ。11月10日にワンマンライブが青山リズムにてあるんですけども、今チケットを完売ソールドアウトさせるために、うん、毎月本数をちょっと増やしてライブ活動をしていて、うん、3日連続ライブも何週間ぐらいかあったんですけど、すごいですね。結構だってパフォーマンスも激しい感じですね。うん、結構踊りますね。結構踊って歌うグループなんで、うん、ね、はい、それをこう3日間連続で歌わせるってなかなかね、体力もいるし、めちゃめちゃエネルギッシュに。ね、活動してますよね、うん、なんかその告知とか見れる SNS っていうのはやっぱりツイッターとか。そうですね、主にツイッターで情報発信をしてます、うん、まあ、公式ツイッターもあって、うん、あとはメンバー個別ツイッターアカウントもあるので、うんうん、そこから情報などいろいろ調べていただけたら、うんうん、あ、それって、はい、リマークガーデンってライブの後になんかその地域会みたいなやつって今行ってたりするんですか？バリバリやってます。そうなんですね。はい、ぜひ物販で。なるほど。はい、チェキ取ったり、うん、チケット持ってます。あ、ね、だって劇場によってはほらまだコロナのあれでまだ面会禁止みたいなところがあったりするんで、そこ、そう、どうなのかなと思って、うん、でもそうなんですね、行ったらもう会えるみたいな。はい、会えます。あ、じゃあぜひぜひね。会います。会います。はい、会いますよ。皆さんね、 YouTube もやってるからね、そこも、はい、あ、そうですね、チャンネル登録もね、はい、してもらって、エレファントガーデンの公式 YouTube で、うん、結構ダンス動画とか、うん、ライブ映像とか個別の動画とかもいっぱい上がってるんで、うん、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。私4人で話してるやつ好きですけど、4人で話してる。YouTube ライブ。あ、毎週ライブ配信を、生配信をやってて、給湯室っていう名前で、うん、アイドル給湯室っていう名前で、結構めちゃくちゃステージではかっこいい姿をお見せしてるんですけど、うん、そういう配信ではヒューマニティの部分を結構、うん、もう全部さらけ出して、うん、その食べながらとかやってるね。そうです、食べながら飲みながらもやってる。あ、そうなん、結構ゆったりまったりやってる感じなんですね。そうです、楽しいです。マヤさんはちなみになんかどういうキャラの位置づけなんですか？私は、でもなんか一応末、まあ、年齢非公開なんですけど、うん、末っ子なんですよ、グループで。なんでなんかキャラ的には赤ちゃんとか言われるんですけど、うん、ダムミを帯びてるんですね。あ、そうですね。あ、そうですね。で、パフォーマンス面ではダンスかなって思います。うんうん、はい。とか、その小柄でもすごいこうエネルギッシュにアクロバティックにやってるよみたいな、うん、ギャップがめちゃめちゃ楽しい感じですね。へ、はい、そっか。じゃあね、本当に。あれ何月でしたっけ？11月10日です。11月10日ですよ、はい、ね、ぜひ、うん、ワンマンライブ来てほしい、ね、青山ですよね。青山リズムで。青山リズム。そこが本拠地みたいな感じなんですか？なんかそうですね、なんか主催ライブを結構青山リズムさんでやることが多くて、うん、なんでホームみたいな。あ、そうなんですね。なんで、うん、そうなんです、まあ、4人で初めてのワンマンライブになるので、うーん、ぜひ集大成を見せたいな。あ、そうなんですね。それもうぜひぜひ無料チェックですね。お願いします。でもう一回ライブ前にみんなで来てもらったら盛り上がるかなっていうね。うん、みんなで来たいです、うん、ね、いや本当に楽しみですね。あ、皆さんコメントいただいてます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。マリさん、こんばんは。今仕事中なのでながらで見ますね。うだうだ。
やっとあひるさんこんばんは、こんばんは、ピートさんもこんばんは、タカさん、マイディさん髪ツヤツヤで綺麗ですね、ありがとうございます。ヨココさんですね、ダチさんが透明人間になる催眠術をよろしくお願いします、うん、はい、いろいろ来てますね。でなんかマイさん、あのやりたい催眠とかあったりするんですか？どうぞ。結構もう全部やりましたんで。そうなんだ。そうなんです。結構やってるんで。お母さんも来たことある。あ、そう、実は。へへへ。親子出演。授業参加みたいな感じですか。いや、お母さんもちょっと出演してるんです。出演しちゃってて。それは動画残ってる。残ってる。残ってる。すごい。親子参加で。あの時はまだエルワンクガーデン前だよね。前ですね。前でした。面白いの、お母さんさんが親子でまさかね。あ、トッテさんスーパーチャーありがとうございます。200円。先に予約しとこ。振り子の落ち我慢でも、振り子の落ち我慢でもっと催眠にかかりたくなるやつをお願いしますってことで、落ち我慢ですね。人気ですね。はい。ね、よくあの告知しながら。ね、落ち我慢みたいなやつとかも割とあったりしますもんね、はい、今32名の方見られてます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかじゃあ宇田地さんからも告知とかってあったりしますか？うちは特にないですけど、まあちょっと、ね、ダイエットがうまくいく、ね、痩せたんだよ、めちゃめちゃ3ヶ月で6キロ。去年からしたらもう10キロぐらい痩せて、まあ、去年がちょっとひどかったんでね、まあ、ダイエットさんにうちの、催眠音源のところにダイエットの音源とかも入ってるんでね、私もそれ毎日聞いてるんで、なんかそういうのとかうまく使うと催眠でダイエットできます ね、だってもう本当に久しぶりにダチさんに会ったらなんか一回りちっちゃくなってるって言われてめちゃめちゃ痩せてるって思って、ラインとかもね、いや、出てきて、ね、そうですよね、だ、あとなんか目もだから大きくなってるっていうか、そんなの催眠術、それやっぱりなんか見てるだけじゃなくて、やっぱり催眠術、うちのカフェとかでもね、催眠術こう来てくれた方にはかけてるんで、まあ、催眠術体験したい人とかね、催眠術覚えたい人とかね、ホームページからこう申し込みどんどんできるんでね、まあ、人にこううちみたいにこうかけるやつもあるし、あと自分で私も使ってるみたいな自己催眠とかね、自己催眠もすごくおすすめなんでね、今月は自己催眠とオンライン催眠講座みたいなのを一応押してるんで、もし、遠方の人でもね、受けられますので、ぜひ、なんか受けてもらって、催眠術ね、うちの催眠術使えるようになってもらったらありがたいです。はい。ありがとうございます。いいですね、はい。そうですね、私もちょっと告知の方させていただきたいんですけど、来月ですね、8月の9日水曜日から8月の21日月曜日まで、新美術展第70回記念新美術展っていう、まあ、絵画展をですね、私作品出展させていただいてまして、去年からですね、私はこの国立新美術館にてアクリルで描いた絵画を展示して、新人賞を受賞させていただいております。で、今年もですね、開催が決定してまして、こちらにまた展示が決まっていますので、この国立新美術館に足を運んで私の作品を見ていただけたらと思います。私の多分材料日もツイッターの方とかで公開すると思うんで、もしその私の展示を見たいっていうのと直接私に会いたいって人がいたら、DM とかリプライとかくれれば、なるべく私も調整してこの美術館に入れるようにするので、ぜひぜひよかったらよろしくお願いします。一応東京のですね、会期がこの8月9日から21日になるんですけど、これですね、巡回展となっておりまして、その東京の展示が終わった後に名古屋が8月の29日から9月の3日まで、で次大阪行きます。大阪ですね、9月26日から10月の1日までこちらの方で巡回していきますので、もし、まあ、私の名古屋と大阪行けたら行くので、
そっちの方だったら都合合いやすいよとかあれば言っていただければと思います。はい、国立新美術館の方ですね、まだ六本木にあるので、六本木のすぐ近くですね、こちらの方でお待ちしてますので、ぜひぜひよかったらよろしくお願いします。多分入場無料なんじゃないかな、なんか去年無料だったんですよね。だから、多分今年もなんか何も書いてないから無料だと思いますんで、よかったらよろしくお願いします。はい、去年も私も新人賞のやつね、見に、そうですね、去年ね見に来ていただいてね、なんか動画も撮っていただいてましたもんね、その時。ああ、出してましたね。ね、スローモーションになる催眠をお願いしたいです。もしもしさんからスパチャ320円いただいてます。ありがとうございます。マヤプヨちゃん頑張れってメッセージ来てます。はい、エレファントガーデンのファンの方ですよね。そうですね、なかなかこういう機会ないんで、エレファントガーデンのファンの方からのリクエストをやったら、ああね、そうだよ、そうですよね、送ってください。よし、ぜひぜひお願いします。ね、な、基本的にはその、うだっちマークがついてる方をこちらの方で読み上げてリクエストとか拾ってるんですけど、エレファントガーデンの方見に来ていただいてると思いますので、コメントもですね、順番に読んでいきますのでよろしくお願いします。健全な催眠術のリクエストよろしくお願いします。はい、NG とかあるんでしたっけ。まあないないんですか。ないとか言っちゃって大変なこと、大変なことありますね。一応鍵さしといた方がいいです。一応アイドルな、アイドルさせていただいてるので、アイドルのイメージがこずれないようなですね。富永さんは、笑顔でカメラ目線ドアップから徐々に落ちるやつが見たいですって言います。まあ41名の方ですね、いただいてます。ありがとうございます。ね、なんかまやさんからコメントありますか。これをそろそろ髪質やっていこうかなと思うんですけど。コメントなんかいただいて、なんかそうですね、ライブに向けて、でもライブに向けて、あ、でも今日そうですね、生配信が初めてなんで、うーん、あと緊張、なんかいつもよりリラックスいつもよりするかちょっと心配なんですけど、でもなんか今後うまくいくような催眠もかけてほしいんで、だいぶ成功したり、やっぱ動員数も増えたり、やっぱファンの方がね増えたりとかってね、そういう催眠術かけてもらいたいですね。はい、お願いします、ね。はい、トラヤンさん、トラッタ、ん、トラくんさんか、トラくんさん、アップで後ろ見たいですってことで、はい、コメントいただいてます。ありがとうございます。ルースさん、そろそろやっていきましょうか。はい、ね、髪が綺麗な金髪な、金髪トレードマークなんですか。一応なんか、映画では明るい髪担当みたいな、そうなんだ、めちゃ、はいはいはい、明るい色を担当してます。トッティさんからコメントで、マヤさんはよりめ派なんだよね。ああ、よりめ、なんかそうなんです。あ、なんか白目でしたって、なんかやった時に、よりめになっちゃって、そうなんです、あ、タカさん、スパチャ1600円ありがとうございます。すごい、タカさんありがとうございます。暑いので音を出すと雪景色の中にいる催眠術をお願いします。あ、いいですね、能量催眠術。暑いからね。はい、ということで、ルイさん準備大丈夫ですか。はい、お願いします。行きましょうか。並ぶと本当に。本当に全然小さい、本当に小さい、いいな、いいな。行っちゃいましょうか。はい、はい、少しずつ
そう結構落ちやすい。つかずくもってくると、なぜかマイティのこと大好きになってますよ。惜しいですけど、カンナス一冊三つ、頑張っていきます。早いですね、なんかねすごい、もうすぐにスンって入っちゃって、めっちゃスンって入っちゃう、めっちゃね、すごい気持ちよさそうだった。寒い、寒いですか。サイントで、結構いいにしされた。結構なんか逃がさないみたいな。自分では分かんない力が働くんですよ。ああでも確かになんか自分のバカ力みたいな。そういうのを使っていくと、うん、そういうなんかライブのパフォーマンスとかも自分が思う以上のこうアドリブが出たりとかね。戻ってきまーす。自分から入っていっちゃいます。つかずに止まってくると、なんか一番会いたかった人来てくれてますよ。欲しいですけど、必ず。一つ集めて。戻ってきます。こんにちは。こんにちは。また行ってくる、また来ました。来てくれたんですか、うん、やばすぎ、応援に。いや、マスク、めっちゃファンで。あ、そうなんだ。ありがとうございます。応援してます。え、本当ですか。本当本当。知ってますか。知ってます、知ってます。どうですか。来てるのも知ってるし。え、すごい尊敬しちゃいます。尊敬。あの記憶力。記憶力、ね。あ、そっかそっか。まあ、びっくりしてて。見つかるって本作ると、真冬の雪の温泉来てますよ。雪の露天風呂3人で入ってますよ。惜しいですけど、必ず。まず3つ、やめていきます。あ、なんかすっごい、すごい綺麗。こんな、すごいですね。初めて来ました。でも景色がすごい綺麗。肌にもいいし。あ、そうなんですね、うん、あそこほら、猿も入ってる。あ、一緒に、うん、結構猿いるんです。猿のとこね、うん、寒いんで、うん、あそこ仲いいですね、うん、猿も、うん、すごい。タイミットける。あれ、誰だったんですか、会いたかった人。ああまあでも、こういう、あの、うん、私が好きなグループ。あ、そうなんですね。推しって。推しです。推しだ。推しです。推し。推し。推し。ね、あ、タカさん、うだちさんの服素敵ですって。うん。この、なんだっけ。ありがとうございます。しぶき、うん、あ、かっこいい。ね、かっこいい。よく見える。これ、うん、あの、まあ何年、もう2年ぐらい前かな。うん、あそこの、京丹後まで行って、うん、高倉染めって、あのうちの動画でもこれ染めてもらってる時の動画もありますけど、そうですよね、なんかね、すごい遠くまで行ってこれを、ね、染めて、ま、やってもらったんですもんね、うん、なんか撮ってたんで着れなかったんですけど、うん、痩せたんで、あ、そっか、ようやっと引っ張り出してきた。着れるようになった。なるほど。はい、ちょっとこれ、ちょっと我慢してもらっていいですか。うん、
我慢して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 。本当に深い話か。気づかずと思ってると、もう催眠術大好きで、かけてほしくてかけてほしくてしょうがなくなってますよ。不思議ですけど、必ず一つ二つ三つ頑張っていきます。どうですか、気持ちよくなかったですか、これ。おかげと、はい、これですか、これ。落ちれば落ちるほど催眠術が好きになっていきますよ。それと同時にね、ライブのパフォーマンスとか音楽の活動も、ね、すごくうまくいくようになりますよ。ですけど、かなり気持ちよさそうですね。めっちゃいい感じです。いい感じ。いい感じ。もっとかかりますね。まあ、いろんなとね、他のやつもあるんでね。うん、じゃあ、ちょっとこうパーこうやってもらっていいですか。逆はありますけどね。うんうん、今、閉じれますよね。はい、自由にね。はい、じゃあ、パーヒットしてる。3つ数えると、これもう閉じられなくなっちゃいますよ。不思議ですけど、必ず。1つ、3つ。はい。閉じる。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。ライブっていう言葉を自分で言うと、寄り目になっちゃいますよ。そして、寄り目になっちゃいます。不思議ですけど、3秒間、寄り目になって戻ってきますよ。不思議ですけど、同じこと一切覚えていませんが、必ずそうなります。一つ集めて、頼んできまーす。それじゃあ、ここに、ワンマンの宣伝、最後ちょっと。11月10日に、大山リズムにてワンマンライブがあります。チケットをソールドアウトさせるために毎月毎週ライブ活動を頑張ってます。4人では、初めてのワンマンライブになるので、ぜひ11月10日ワンマンライブ遊びに来てください。お願いします。すごい頑張ったすごいすごい。いやでも何度もこう落ちそうだったら本当にもう無理面になって、もう本当に落ちそうだったの。もうグッてこうやって、あ、ここしなきゃみたいな。すごい。で、ね、ここね、こうやって糸を巻きつけると、これ引っ張るとね、余っちゃう。最初です。本当にマリオネットのようになってました。見つかると思うと、なぜか木の人形と同じ動きになっちゃいますよ。不思議ですけど、必ず一つ積み重ねてきます。これ見て、スーッとスーッと、この人形触るとね、
まやちゃんが触られてるけど、そんな感じで。湧きましたけど、来ますよ。足の裏とか。ラミ溶ける。すごっ。私、背中に触れると、また催眠に落ちちゃうんだけど、我慢しながら、全部。告知を言い切ってください。うん、はい、11月10日に青山理事にいてワンマンライブがあります。今、チケットソールドアウトさせるたびに毎月ライブ活動を頑張っています。今のメンバーでは初めてのワンマンライブになるので、新しい新体制を集大成をそのままで見せますので、ぜひ来てくれ、来てほしいです。頑張りますのでチケット買ってくださいください。お願いします。今度は明日ぐらいからちょっと前の動画の未編集の部分、未公開の部分ちょっともう一回編集してメンバーシップ用に出します。なるほど、はい。今日もあのミミコさんのねスワットのやつ編集終わったんで、60分ぐらいまとめてやりますんでね。うんうん、はい。はい、次のちょっとライブね、まだ決まってないですけどね、あの一応彩香さんに交渉中というか、はい、彩香さんと日程調整中みたいな感じで、うん、あとまめっちゃんとかもなんか出てもらったら、あーね、ただすごいめっちゃんはめちゃめちゃ有名な方になってしまったのでちょっとね、出るかどうかわかんないですけど、まあね、まあでもなんかちょっと一回、うん、なんか凱旋そうですね、でね、あんまりさんやんないのも、うん、まあちょっと来てもらったら、うん、ね、こんな感じで今日もですね、はい、スパチャーとコメント本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。1時間あっという間に終わっちゃいますよね。そうですね、うん、まあ、楽しかったです。ありがとうございます。ぜひまた、ね、メンバーでね、あ、ぜひ、ま、来てもらったりですね、はい、はい、ね、そうですね、最後の宣伝にね、はい、全然お待ちしてもらって、催眠かけて動員増やすぞってやってもらえればと思います。こっちなの？はい、バイバーイ。フリーズ。次回決まったらコミュニティとかに報告します。はい、ゴー。